はい、今回はですね、ブログ初心者必見、タケの手紙の使い方ということで、タケの手紙っていうサイトを、作ってるわけなんですけれども、そのサイトでやりたいこと、そしてですね、ブログ初心者さんにどうやって役立ちたいかっていうのをですね、お話したいと思います。で、簡単な自己紹介させてください。2017年からブログ運営してまして、半年間稼げずだったんですけれども、試行錯誤し最高月収42万円。今、複数ブログ運営してまして、タケの手紙っていうブログ特化サイトも作りました。このサイトです。で、今回はですね、このサイトについてなんですよね。まあ今やったこのサイトなんですけれども、タケの手紙で初心者ブロガーを助けたいということで、ブログを始めたばっかりだとですね、わかんないことだらけで、Google で検索するだけで1日終わっちゃうなんていうことが普通にあります。普通にあると思うんですね。まあ僕もそうだったんですけれども、例えばワードプレスのプラグインを設定するときに、Google でずっと調べていった結果、結局何もわからずじまいで1日ほとんど終わってしまったとかね、そういうことがあります。まあ正直時間の無駄になっちゃうんですけれども、調べないとしょうがないですよね。で、そういう煩わしいことを解消したいのが僕のサイトなんですね。で、ワードプレスの操作なので、わかんないことをすべて解決する初心者向けのサイトにしたいんですね。まあ難しい用語とかですね、難しい設定とかはさておき、まあ、ブログを運営するにあたって、これだけやっとけば困らないというね、設定とかを全部網羅したいんですよね。で、このブログなんですけども、検索窓がこうついてますね。で、そこで検索すれば、もう大体見つかるぐらいのね、軽い Google じゃないですけど、まあそういうサイトに育てたいわけですね。で、ブログ初心者版の検索エンジン版、検索エンジン的なものっていうことで、あそこで調べれば、まあある程度の情報は見つかるということですね。まあ難しい専門的な情報は、ないけれども、初心者さんがブログ運営してある程度稼げるようになるまでの道のりっていうものは見つかるぐらいね。そういうサイトにしたいなと思ってます。操作方法とかブログ解説でつまずく人を減らしたいです。はい。Google でね、1日消費するのはやめませんかということです。で、皆さん困ってませんか結構。多分困ってると思うんですよね。ワードプレスの最初ってすごい大変なんですよ。プラグインの設定とか、ワードプレスのテーマの操作とか選び方もそうですね。Google Analytics とかね、Search Console とかね、なんか吹き出しとかね。まあ記事作るときにいろんななんか変なってあれですけど、できますよね。そういうのをやろうとすると、検索だけで一日中終わってしまうわけです。ね。それはすごく大変なので、わかんないことがあったら連絡くださいということで。Twitter とか LINE オープンチャットとかね、やってまして、まあ、LINE オフィシャルアカウントもありますけれども、コメント欄とかね、あと、タケの手紙の問い合わせフォームとかいろいろあります。で、このタケの手紙の使い方なんですけれども、まずですね、ここの検索で、例えば、プラグインとして入れますよね。すると、出てくる記事があるんですよ。あると思うんです。ここですよね。何個か出てきますよね。で、これを何を見たらいいか分かんないというのはありますけれども、まあ、目次の作り方とか、プラグインの設定とか、こういろいろ出てくるんで、で、関係ないやつも出てくるんですよ。これ本文中にプラグインが入ってるから出てくるんですけど、こういうふうに見ていくと、まあ、解決するというサイトを作りたいんですね。で、今まだ記事数そんな多くないんですけれども、なんか軽い Google みたいな、ね、プラグインだったらこれかな、みたいな。これ見ればいいですし、こんな感じで見ていけば分かると。で、この記事に書いてあることで分かんないことがあったら問い合わせていただいて、さらにこの記事リライトできますし、まあ質問にもお答えできるかなと思いますね。記事をリライトすることで質問にお答えしたり、まあそのまま直接お返ししたりというふうにして、まあ僕の記事も強化されますし、まあ皆さんもすぐ解決していいのかななんて思っております。で、まあプラグインはあるんですけど、まあ多分ないものもあるんですね。テーマとか、テーマはいっぱいあるかな。こういうふうに調べていくとですね、まあ、いろいろ見つかるんで、ぜひやってみてほしいです。ワードプレステーマに関してもですね、結構書いてます。こんな感じでね。で、もし分かんないことがあったら聞いていただいて、リライト。僕はそれをもとにリライトすると。あるいは、記事自体がなければ、追記というか、追加で記事を投入とかね。そういうふうにしていけば、いずれ、初心者さんの疑問が解決するサイトが完成するんじゃないかと思っています。なのでですね、僕にとっても皆さんにとってもメリットがあるんじゃないかと思うんで、コメントないですね。Twitter、リプとか、まあ、DM とかですね。あと、LINE オープンチャット入っていただける方はですね、入っていただいてそこで質問していただくとか、まあ、いろんな使い方があると思うので、ぜひ教えてほしいなと思います、まあ。結構な記事を投入したつもりですけれども、まだまだですね、つまずくポイント全部網羅できません。まあ、僕もちょっとね、3年やってますんで、わかんないところがもうわかんなくなってきたみたいなところもあるので、ぜひぜひ教えていただきたいなというふうに思います。ただね、ワードプレステーマに関してはちょっとまだね、ざっとおると、エレファントもまだできてないですけど、
をざっとるは結構できたんですが、それ以外のテーマだとちょっと弱いなっていうのもあるんで、いろいろ作っていきたいなと思います。サーバー関係はね、結構で、記事ができてきまして、まあ、このハミングと、まあ、この葉とですね、X サーバーなんですけど、X サーバーがちょっとタイトルに入ってないんですね。これも入れない。これの X サーバーの場合はですね、この普通のワードプレスの始め方っていうやり方で、始められるんですけれども、まあ、ちょっとそこら辺はちょっと弱いなって感じしますね。はい。なるほど。そういう感じでですね、まあ、この検索窓を使ってですね、いろいろ調べていただきたいというのと、わかんないことがあったらですね、質問いただければ記事を追加できますので、まだですね、このタケの手紙というのは大規模サイトになってませんので、まだまだ対応できるというのが強みだと思うんで、あなたのわかんないが記事になります。はい。記事になります。なので、ぜひ、教えていただいて、でもこの記事足りてないなと思ったら、執筆していきますので、ぜひ教えてくださいというお話です。こうすると結構ね、Google 時間が減って、記事執筆に専念できるんじゃないかなと思いますね。はい。なので、皆さんにも僕にとってもメリットあるんじゃないかと思います。最後、メディアと SNS です。少人数ブログサポート、ウェブインカム構築ゼミスタートしました。で、竹の手紙、ブログとライター収入を本気で作るサイトを始まりまして、ブログ初心者向け LINE オープンチャットですね、も開設しました。Twitter 竹内フォロー、LINE 詳細欄です。で、あと、この YouTube チャンネルよろしくお願いします。ということで、今回動画は以上です。ありがとうございました。